はい、皆さんこんにちは。タオバルチャンネルののべです。タアです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日ですね、秋のベーサルシュートといったことでね、非常に嬉しいことなんですけども、シュートというのはですね、枝のことですね。で、ベーサルシュートというのはね、この株元見てください。この枝なんですけども、ニョキニョキとね、この秋、だんだんね、涼しくなってきて、バラもね、過ごしやすい環境になってきたといったことでね、このようなね、シュート枝の方がね、株元から出てきます。このね、株元から出てくる枝のことをね、ベーサルシュートと言いまして、このね、シュートはですね、非常に優秀でね、なんとね、お花をたくさんつけてくれる枝といったことでね、このようにね、ずっと伸びて、今40センチぐらいですかね、伸びてます。で、こちらの品種はですね、パニエになるんで、四季咲きですね。今年ね、新苗でお迎えして、順調にね、育ってるかなと。で、四季咲きなのでね、このようにここ、つぼみがね、あるんですね。放っておけばね、このまま開花をするぞといったね、状態になっています。このですね、秋にね、出てきたベーサルシュートというのはですね、ここはね、愛知県なので、まだまだね、暖かいのでね、このように出てきた秋のね、ベーサルシュートっていうのは、それなりに枝の方もですね、締まってね、ある程度使えるベーサルシュートになるとは思うんですけども、寒冷地ですね、寒い地域になりますと、この時期にね、出てきたベーサルシュートっていうのは、育てていってもね、成熟した枝にはね、ならないといったことで、残念なんですけども、この株元からですね、バツッと切ってしまう。そういったことがね、多いようです。しかしながらね、ここ愛知県の場合ですと、ある程度はね、立派な枝にはね、育ってくれると思いますので、このね、秋に出てきたベーサルシュートはですね、大事に大事にしていきたいかなというふうに思います。ベーサルシュートのね、仕立て方はですね、以前ね、動画の方を出してまして、6月ですね、バラのね、最も成長する時期にね、ベーサルシュートっていうのが出てくるんですけども、そのね、仕立て方と同じなので、こちらですね、ブッシュローズの四季咲きといったことでね、ある程度枝が伸びてきたらソフトピンチをしてですね、枝をね、分岐させて花数を増やすといったことですね。このままですとね、ここね、つぼみがついてますので、ほっとけばね、咲くんですけども、見ての通り、このベーサルシュートというのは、一本立ちですよね。スーッと伸びてね、上にポッ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 というふうに、咲きます。しかしながらね、このベーサルシュートの仕立て方、四季咲きのね、ブッシュローズのベーサルシュートの仕立て方はですね、少し違いまして、お花をね、咲かせてもいいんですけれども、お花を咲かせる前にですね、一度ね、ピンチします。ピンチすることによって、このね、付け根からですね、新しく枝が出てくると、新しく枝が出てくるってことはですね、花数もね、当然増えます。枝数イコール花数になりますので、せっかくね、ベーサルシュート、お花をね、たくさんつけるベーサルシュートが出てきてくれたといったことでね、早速ね、ターさんに仕立てていってもらいたいかなというふうに思います。じゃあね、ターさんよろしくお願いします。はい、それではね、早速ベーサルシュートね、仕立てていきたいと思います。触ってもらうとね、つぼみがね、ついてます。見えますかね、なんとなくね、膨らんでますよね。つぼみがね、ついてます。このままにしておけばね、このまま咲くんですけども、せっかくね、出たベーサルシュートなので、分岐させてですね、花数を増やすと。つぼみをね、つける前に、一度ね、ソフトピンチしてあげるといいです。見てもらうと、この脇芽とこの下のね、脇芽。もう芽が、ね、出てますね。で、この下ですね。この下もね、芽がね、出てます。芽が出ていないところでね、ソフトピンチしてあげるといいですね。こちらも芽がね、出てますね。こちらも芽が出てます。というのはね、ソフトピンチの時期が遅すぎるんですね。もうつぼみをね、つける前にソフトピンチしてあげた方が良かったんですけども。残念ながらね、このように芽の方がね、もう動いてます。この下は、こちらも芽がね、動いてますね。こちら、ここがね、芽動いてません。芽のね、動いていない位置でね、ソフトピンチしてあげた方がいいですね。
本来ならね指で、ソフトピンチするんですけども、もうだいぶ硬いですね。爪でですねクイッと当ててあげて上の部分をバキッと折れましたね。すごいみずみずしいですね、やっぱりベーサーシュートはね。こんな感じで OK です。そうするとですね、ここからねまた目がツーッと伸びてきて、この後ろにもねありますね、ここの付け根、ここからもね枝がツーッと伸びてくれば、こちらでもねお花が咲いて、こちらでもお花が咲くといったね感じになります。ベーサルシュートのね仕立て方はこのようなね感じになります。はい、こちら見えますかね、ベーサルシュートがね株元から出ています。こちらですねピエールデロンサールなんですけども、我が家で 7,8 年のね品種になります。やはりねこの秋になりますとね、バラも過ごしやすくなってきたといったことでね、このようにベーサルシュートね株元から出てくれてます。ピエール・ドロンツァールはですねクライミングローズなのでね、こういった、ツルバラのベーサルシュートっていうのはひたすらね上に上に向けて蝶が優勢のね、性質を使って、伸ばしていくといったね仕立て方になります。ツルバラとですねブッシュローズのねベーサルシュートの仕立て方は違いますので、以前ね動画配信してますので、そちらの方ね仕立て方見ていただくとよろしいかなというふうに思います。やはりねある程度育てていた数年のね品種であってもですね、このようにねベーサルシュートの方が出てくれたといったことでね、非常に嬉しいことだなというふうに思います。はい、今日はですね秋に出てきたベーサルシュートについてね見ていきました。やはりねこういったねまだまだね若い品種に関してはねベーサルシュートの方がやはりね出てくれます。こちらね気づきませんでしたけども、サイドシュートの方がね出てくれてます。株元よりね上の部分から出た枝のことですねをですねサイドシュートというんですけども、こちらのねサイドシュートも立派な枝だなというふうにね思います。サイドシュートもですね、ベーサルシュート同様にね考えていただければよろしいかなというふうに思います。ターバラガーデンもですねもうね秋バラ祭りまでね1ヶ月を切ったといったことで、なかなかね管理の方ができていませんので、これからですね草取りですね、草取りからやっていきたいかなというふうにね思ってます。たくさんのね方がいらっしゃるといったことなんでね、満足していただけるためにもバシッとねターバラガーデン飾っていきたいかなというふうにね思います。まだまだね参加ご希望の方はですね概要欄にね詳しいことを書いておきますので、ぜひねご連絡の方ください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。